秋高田市長選挙に立候補を表明したのは電子書籍出版業の代表、森谷正明氏、68歳です森谷氏は島根県浜田市の出身で税理士を経て2013年の浜田市議会議員選挙で当選し1期目を務めました森谷氏は保育士不足や待機児童問題を解消するため家庭での保育を推奨していきたいとしていて 子育てて政策に力を入れていく考えです家庭保育で100万200万というふうにやればそれをある程度そのパーフェクトな対策ではないけどもその人口減少子どもの数が少なくなるのを少しブレーキかけることはできると思ってるんですよ秋高田市長選挙をめぐってはいずれも新人で元郵便局長の藤本悦史氏と教育関連会社社長の赤津誠一郎氏。元秋田 秋高田市議会議員の熊高昌総氏がいずれも無所属で立候補を表明しています秋高田市長選挙は来月7日に投票が行われる予定です